ちらは福岡県大牟田市にある源泉かけ流しの銭湯ユリイカといっても天然温泉ではありません。ここでよどみなくあふれているのはひらめきの源泉。人や社会をめぐる当たり前のコリがじんわりほぐれてちょっと自由になれる。お湯から上がる頃には誰かと話してみたくなる。そんな湯あみの時間が今回も始まります。ひらめき源泉かけ流しチャンネルゆりいか。はい、じゃあそれでは早速本日よろしくお願いいたします。お願いします。今日は郡司ペギオ幸男さんにと一緒にですねいろんなことを話していこうかと思うんですけど、郡司さんは医学書院のシリーズケアを開くので、特に最近話題のですねこうやってくるっていうまあ、ケアを開くシリーズの中でやってくるって本を書かれていて、で、まあ、今日は特にそのやってくるはそもそもどういうことなのかみたいなことを巡っていろいろこう話を聞いていきたいなと思ってですねしてもらってるわけです。で、グニさん早速なんですけど、まあ、そもそもやってくるって何なんですかっていうのを含めて、例えば実際は本の中でもいろんなエピソードで話してくださってるし、なんかやってくるって例えばこういうことをやってくるって言うんだみたいな紹介がてら少しエピソードなどなんかご紹介でいただければと思うんですけど、そうですね、はい、でまあ最初に、まあ、僕もよく自分でもいろんな人に紹介するのはその本の中で最後の頃に書かれている、まあ、ちょっとそのカブトムシっていう言葉を使ったエピソードなんですけども、まあ僕ホームページにもですねちょっとその自分の研究室の紹介のところで特別に訓練されたカブトムシっていう言葉を使って特別にっていう言葉も訓練っていう言葉もカブトムシっていう言葉も全部普通の言葉なのに、それを並べて特別に訓練されたカブトムシってした途端になんかすごいまがまがしいもののような気がしてくるわけですね。怪しいどこの秘密結社で育てたんだみたいななんかそういうまあそれある種のこう詩とか文芸のまあ種みたいなもんですけれども、うんうん、そういう感じのそれもちょっと並べかちょっとのことで何かとんでもないものがやってくるわけですね。でそういうやってくるっていう時に どうもこの僕はカブトムシっていうことがつい頭に浮かぶようなことがあるわけですね。でそのやってくるの、最後の方に書いてるカブトムシの話っていうのは、その早稲田の三輪先生っていうロボット工学の人と、まあ、東洋女学院ですかね、あ東洋英和か東洋英和、大学の西先生っていう2人の方が、西先生っていうのはお茶の水出てて、もともとその身体表現バレエとかそういうことやってる、でその心象症の人とか自閉症の人とかそういう人に身体表現を使ってこうなんかコミュニケートできるようにしていくというようなことをやってる人なんですけども、でその人と、まあ、その三輪さんはそのロボットをその中にこう放り込んでどうなるかとかそういうことをやって、でまあ郡司さんもぜひ参加してくださいと言われて行くようになったんですね。でも僕は行っても、まあ、ほとんどやることがないというか何もできないただ行ってるだけ でただ行ってて、まあ、その体育館みたいなところでやるんですけども、僕もあんまりこう身体表現とかってうまくできる方ではないので何もしたくないから、もうまるでこの 石のようにですね端っこにずっと座ってるわけですそうするとやっぱりそういうことがもうできらずにいる、人たちが何人かいて、でその中の一人の、男の人、もう今は高校も卒業しましたけどね、その頃はまだ中学生ぐらいだったんですかね最初。でその子はですね、まあ、その身長は180ぐらいあって大きいんですけれども、まあ、そのいつもラミネと加工された写真の束をですね持っていて、それを人に見せてこれ何っていうわけですよ。でそれはもう全部彼の好きなもので、まあ、そのデコトラだとか、水上バイクだとか、なんですかね、オートバイだとか、あとは養護学校の先生だとかですね、まあ、そういう人が出る。え、これ何って、あ、先生じゃないか、これ何、水上バイクかなみたいに言ってる。
でそれを何回か繰り返すと突然やめてどっか行っちゃうんですよ、うん、で僕が、まあ、その一人でぼーっとしてるといつも僕の近くには来てこう見せたりして何回も何回も同じことを経験したんですけども、でそれがある日こうまたこう来てですね、これ何これ何って始まって、でパトカーを見せられた時に、まあ、今でもその自分でなんでそういったことが言ったか分かんないですけども、多分カブトムシっていつも頭の中にあるんで、パトカーを見せられた時にカブトムシって言ったんですね。そしたら彼がものすごくびっくりした顔をして、これ何しか喋らないのにですね、おおとかつって抱きついてきたんですよ。そのでかい身長180センチで体重がな、もう何キロなんだか分かんないのに。で僕の耳元のところで軍事先生みたいなこと言ってで急にそれから仲良くなったっていうか、もう僕が行くとどこでもついてきてですね、でまあその、まあ、大体コロナの前までは2ヶ月に1回ぐらいはこう行ってたんですけども、行くと大体その公民館だとかその、まあ、そういう施設の玄関の前でですね、僕が来るのも待ってるんですよ、ずっと。で、僕を見るとすぐ手を握って、ずっと話さないで一緒に。まあ、多分ね、そのカブトムシっていう言葉一発で、何でも心をわしづかみにしちゃったんですね。でそれがなんか、いや、その一体何だったのかなと思ったんですけども、よく考えてみると、まあ、それがそのやってくるってことの一つの重大なヒントにもなっていて、でまあ、その何か僕はその発想だとか、その創造性だとか、うん、まあ、最近その創造性とは何かみたいな議論がありますけども、創造性とかなんとかってのは明らかにその既存の通常考えているものの外部からこうもたらされるっていう形でないと、創造とかその、新規って新規性だとかって言えないわけで、そうどう考えてもそれはまあその既存のものの外部からっていう意味でやってくるとしか言えないようなものですね。だからそのやってくるっていうものの仕掛けをどういうふうに考えたらいいのかってことに興味があったんですけども、そのカブトムシっていうのは結構それのいいヒントになってるんじゃないかと。つまり彼にとってコミュニケーションっていうのはですね、まあ、写真を見せる、で写真を見せるのは質問ですよね。質問して誰かが答える、質問して誰かが答えると、それを何回も何回も繰り返すことが彼にとってのコミュニケーションであると、多分無意識のうちにそう思ってたわけですよね、うんうんうん、で質問答え質問答え、でそれで一通りでやるとプイッと、まあ、終わったと思ってどっか行っちゃうと。だ彼は無意識にそれをコミュニケーションだと思ってたんだけども、多分彼自身も飽き足らないものがおそらくあったわけですよ、うん、でそこへ来て僕がですね、パトカー見せられた時にカブトムシってんとか思うわけですよ。写真見せて答えてんだから、それはまあ答えっちゃ答えなんだけども、うん、何かこれ謎かけみたいに通ってんじゃないかと。つまりパトカーっていう答えは答えでありながら問いなんですね。そうすると自分の質問答え質問答えっていうのを交代交代でやっていくっていう、その仕掛けを壊されてしまって、質問かつ答えっていうのがいきなり来ちゃってるわけですね。でそれでうーっていう感じになるわけですよ。でよくよく考えてみると、質問かつ答えでありながら、だけどこれはもうただのもう質問とか答えとか言ってるような以上の全くのナンセンスではないかと。そうするともうもはや質問とか答えっていう枠組みをぶち壊すっていう意味で、もはや質問でもないし答えでもないと。そうするとですね、これは恐ろしいことで、なんか質問であり答えであるっていうことで、まあ、質問と答えっていうのは普通は相反するもんじゃないですか。それが同時に成り立ってるようなものっていうのは、まあ、ある種のこのまあこうなんかこうぐるぐる回っちゃうようなものに入り込んじゃうようなものになってて、だから質問であり答えっていうのもある種のこう矛盾であり、とんでもないもので、同時にも質問でもないし答えでもないってものっていうものを徹底したナンセンスっていう意味で、どうしようもないものですね。でところが今突きつけてるカブトムシっていうのは、質問であり答えであると同時に質問でもないし答えでもないというとんでもないものなわけですね。でそれを見せられた時にんって思いつつ、いつもの質問と答えの自分が考えているこの関係ではこれはなさそうだと、でちょっと考えなくちゃならないと思いつつ、その間がですね、これもう質問でも答えでもないって感じで壊れちゃうわけですよ。で壊れたところに、おそらく彼が最初に無意識に想定していた質問と答えを交互に繰り返すっていうことがコミュニケーションであるという、外部のコミュニケーションが突然彼の心の中にやってきてわしづかみにしたんですよね。でおそらくそれが、で彼は
多分だからそういうものに対してものすごい敏感なわけですよ、うん、外部から来るっていうものに対して。だからたった一つのカブトムシっていう言葉で、普通だったらば、はぁとかって無視されて終わりのはずなのにその一言でもう生涯のなんかこう理解者を見つけたみたいな勢いで握手を求められたみたいな感じになったんですよね、うん、でまあそれがまあ一つの、やってくる、いやその外部からやってくるってことを考えなくちゃならないんだけども、そのやってくるってことを考えるときに一番重要なのは、そのやってくるための仕掛けっていうものをですね、どう考えるかと。でその仕掛けっていうのは何かこうこちら側から予測してなんか予期してこう、うん、うまく、うん、積極的に乗ってくるというのとは違うわけですね、うんうん、徹底してこう受け身の態度で自動的に待ってるしかないんだけれども、その待ってるにしてもその待つべきこうなんかその態度とか装置っていうのがあってですね、それをうまく作らないとこうお出ましにならないと。それこそそのなんかよく精霊がですねやってくるためにみんなでこのね、あのよくあのアフリカとかあの東南アジアの民族あの文化人類学なんかの人に聞きましたけれども、車座になってこうみんなで輪っかになってると真ん中の祠みたいなところに像に乗って何だかの神様が降りてくるみたいな、でずっと何なんかみんなと一緒にこう過ごしているとそれが見えるよ、見えるっていうか感じられるようになったみたいな話をしてましたけれども、うん、そういう感じですよね、うん、なんかそのための仕掛けをどういうふうに考えていったらいいのかなということなんですね、うん、まあ、だからそれからその出発点、あのまさにグーリーさんやってくるっていう本の中にそういうことずっと、まあ、いろんなやってくる体験の話が今回は、ね、まあ、目白押しで書かれてるんですけどで書かれていると。で今の話でいくと、まずやってくるっていうのは あらかじめ予想されていたり、うん、想定されているものではないってことが多分すごいまず大事なポイントなんですよね。だからさっき そのカブトムシのエピソードでもその、ね、身長の高い彼と、しかもこのグーニーさん本の中でなんかいつもそういうコミュニケーションするからだんだんこう自分もそれに飽きてきてみたことがあります飽きてるだからその最初からその彼とどうやったら仲良くなれるのだろうかみたいな、うん、仲良くなるためにはどうすればいいのか全く考えてないでたまたま出てきたパトカーに対してカブトムシと行った時に、うん、全く予期せなしない新しい事態が訪れたというか、うん、そうですね、新しい出来事がまさに やってきたとしか言いようがない形で、うん、なんか生涯の友みたいにはなってしまっているっていう、うん、ような、まあ、ある種強烈な体験ですよね、うん、みたいなものが、まあ、あったと。でそこで多分今でそういうふうなまさに予期しない何かがやってくる。でもそれは、うん、っていうことについて、やってくる体験いろいろ書かれてるし、まあ、他 あのテキストとかでもそういう今のような全く予期しない何かがや、まあ、何かじゃない予期しない事態がやってくると言いますかみたいなことっていうのを、いろんな形で分析とかも、まあ、分散していて、まさに今ね、質問であり答えであるかつ質問でもないし答えでもないみたいなそういうことがなった時にね、もともとあったコミュニケーションが壊れるというか、その彼にとってこういうふうな、まあ、彼にとって日常当たり前ですよね、日常みたいなものがバカーンと壊れて全然違う予想だにしない時代がこうやってくるみたいな、そういうふうな、 なんか話をこうしてくれたんだと思うんですよ。でなんかまあ、他にもやってくる中には生ハムメロンがなぜ美味しいのかとかいろんな形で生ハムメロンを口にした時に何が起きてるかとかはいろんなことが書かれてるので、まあ、興味がある方ぜひこう読んでいただければと思うんですけど、今日はなんか今目の上さんが話してくれてるようなそのやってくるっていうものをもう少しこう紐解くと同時に、僕たちもそれを考えていく中で疑問に思っていることとかをちょっと郡さんにこうぶつけてみながら、うん、ちょっと話していきたいと思っています。で早速なんですけど、郡さんの今のやってくる話ってやっぱりね、今その彼とうち仲良くなろうなんか全く思ってもなかったっていう全く予期しないってことを言ってるじゃないですか。で僕もなんか初めてお会いした時とかにもなんかやってくる外部がみたいなことを言ったときに、その外部みたいなものをあらかじめ考えてるのか、
それともあらかじめ考えてない予期しないことがやってくるってことなのどっちみたいなことをなんかこうすごい聞かれて、いや予期してない方ですみたいな話でよしみたいな感じがあったと思うんですけど、なんかそのやっぱ結構グリさんのお話ですね、やっぱり前もって予測して、前もって、こうなったらいいなとか、こういうふうな状況を目指そうみたいな、自分たちが前もって考えてるゴールを目指して何かを進むみたいなあり方ではないところにやっぱりやってくるって話をこうされてるなと思うんですよ。でなんだけど、なんか僕たちが普通今の社会とか自分で暮らしている中でも、普通はその、まあ、自分が決めたゴール目標を達成していくことが大事ですっていう、これ子どもの頃からおそらく普通に言われてることだし、あるいは一般にはまさに明日とか西日本台風直撃しますけど、あらかじめ危険な事態を予想して、それに対してまさにこうリスクを管理するようにですね、こういうことが起きないようにって形でいろんなことをあらかじめ予想して、であらかじめ予想したことがなるべく起きないように起きないようにって形にこう状況をコントロールするというか、私たちの思惑通りにことを進めようとするってことが、まあ、一般的に結構大事だと思われているのが割とこう普通の感覚じゃないかと思うんですね。なのでなんかむしろあえての質問になっちゃうかもしれませんけど、逆に言うとどうしてグーニーさんはそういう私たちのこう思惑通りにことが進んでいく、いわばグーニーさんからするとやってこない状況ですよね、やってこない社会のあり方っていうのは、そこに逆にどういう問題意識というか、なんでやってこない社会はダメなのかみたいなことなんですけど、その思惑通りに進むところにグーニーさんはどんな問題意識を持ってるんですか。まあそうですね、だからその芸術家の人っていうのは多分そのやってくる体験を一回でもやってしまうと、その魅力にもう取りつかれてしまって、それ以外のものに興味を持てなくなった人たちだと思うんですね。で僕はそういった意味でのアートとはちょっと違うんですけれども、なんかやっぱりその多分日常生活、その多分そのカブトムシって言われておおと思ったような感じが自分には結構そのいろいろあってですね、で、だからそのなんて言いますかね、このでだからその何か想定されたところで何かやってくみたいなことはもうちょっと退屈で我慢できないっていうようなまあそういう感じなんですよね。だからもうそもそも何かそのいろいろ計画を立てて、まあ要するにそのお金をもらうのに計画書みたいなの書きますけれども、あれだってもう何書いてんだかほとんど分からないような感じで、明日のことでさえあんま考えないのに何かそのなんで1年も先のようなことを考えるのかとか、何て言いますか、だからまあそこはもうその個人的にこう毎日日々思いもよらないことがそのあって、その楽しさを感じてしまったような人生の方に入ってしまって、もはや戻れないっていうか、戻るところが最初からそういうこっちにいた経験があるのかっていうぐらいの感じですけどね、はい。あ、だからそっちにいたって、だからあれですよね、いわゆる世の中的に、まあ、普通なのかと言われる、いろいろ計画して物事を進めるとか、そうですね、いうふうな世界にそもそもまず自分はいたことがあったのかっていうことすら思うっていうことですよね。なんか今グリさんはすごい自分の個人体験というか、もうそのやってこない、やってくるの面白さみたいなのに気づいてしまったが最後、そっちのやってこない状況の退屈さにも耐えられない、まあ、すごい、すごい個人の実感というか実存に根ざした感じで話をしてくれたんですけど、なんか今みたいな話、個人のベースにした話と一方で、なんか社会とか見ている中とか、まあ、グリさん一方で別の本とかで多分人工知能的な在り方っていうのはかなり問題視した言い方されてると思うんですけど、そういうその社会のありようとか、あるいはその技術のありようとか、まあ、考え方のありようですねみたいなところで、さっきのそのやってくるではない逆の状況を逆にあらかじめ予想してコントロールしようとする考え方みたいなものの、難しさとか問題点とかいうところはどんなふうに感じたりするんですか。そうですよね、まあ、だからそのもともと人工知能というのがこれまで具体化される前にも、なんかその進化とか学習だとか、まあ、そういっても要するにどっちかというと生物学ですよね。で生物学の方からそういう思想っていうのが入ってきてるわけですよ。だけど生物学ってもう別にそれはその普通の客観的な学問なので、
その学習するとか何か分かんないものを外部から取り入れて自分のものにするということを何かこう非常に客観的な論理的な言葉で書き下すわけですよね。だからそうすると生物学が考えている学習とか進化っていうのは何か突然なんかとんでもないものがやってきてそれこそ羽が生えて飛べるようになりましたとかじゃなくて、どうやってその少しずつ少しずつそういうものが獲得されるのかっていうことを何かうまく説明するような話になっているわけですよね。でそういうのがずっとこう連綿と続いてきて人工知能のベースになっているわけですよ。で人工知能っていうと機械であまりにもこう何か、普通の生物学とか生き物とかそういうものと全然違うような話に聞こえますけれども、20世紀初頭の、いやそのダニとか森にいるダニなんていうのは、下を通る哺乳類をずっと待っていて、でそのなんか温度とかそのそういう体温とかそういうのを感じてポトッと落ちてで血を吸うと、でダニのが見てるのはダニだけの世界であって、ダニにはダニの世界、ライオンにはライオンの世界で、その世界と自分との関係がこうある種閉じたこうあの輪っかのような感じにな閉じた世界としてあって、でそれぞれそういう世界がどうなってるのかっていうのを見るのが大事である。つまり、世界から何か取り入れて世界に対して提供するっていうのは大にとってのそのあの循環した系、人間にとっての循環した世界、まあ、そういうのがいろいろある。で多分それそういう話を聞くと、ああ生物学者っていうのはこう機械的な話ではない、非常にこうみずみずしい生き生きとした話をするもんだなというふうにみんな感じちゃうわけですけども、まさにそういう話が人工知能のベースですよね。人工知能っていうのは、まあ、外にあるものをこう取り入れて自分を少しずつ変えて何かそのいらないものを出してってことを繰り返すんだけども、結局何を入れるかっていうのはもうあらかじめ分かってるわけですよ。あらかじめ分かってるっていうのは、例えばその2倍にするっていう計算方法があるとしますよね。で2倍にするっていう計算方法を、こうまず1っていうのを、1はじゃあどうなりますかって先生に教えられて、2倍にすると 2ですって言ったら褒められて、で2はどうなりますかって言われて、5ですかって言うと、いや違います4ですって言ったら、2の時には4なのかと。でそうやって何回か覚えて2倍にするっていうのを頭、まあ、例えば数式として覚えちゃったとしますよね。だけど数式として覚えると、もうその、8とか100とかっていう数は、経験してないけれども、それはその未知の数、いや全くその概念として成立してない数じゃなくて、ただ体験してない数になってしまうわけですよ。だから世界は体験したものと体験してまだ体験してないものだけになってしまって、まだ体験してないんだけれどもいずれ体験するだろうというもの以外は見えなくなっちゃうわけですね。おそらく人工知能とか、まあ、人工知能だとかその閉じた世界、その生物の世界とかって言ってるような話っていうのは、全部そうやって外部のものを取り込んで自分を高めていきますみたいな話をするんだけれども、その外部って言ってるものが今は体験してないけれどもいずれ体験されるというもので満たされちゃってるんですね。でその外部っていうのは本当はそういうものをぶち壊してくれるような何かであるにもかかわらず、それ以外の外部なんてないでしょうみたいな話になっちゃうわけですよ。でそれはですね、本当にまあだからはっきり言って、そういうものは結局そのじゃあ何をこの今2倍にするっていうようなものはですね、そのまだ未体験の8とか100とかっていうのが外側にあると、それしか見て考えてないという話に出ましたけれども、いや2倍にするっていう装置って一体何かっていうと、結局それは自分にとって役に立つ装置を獲得していく話なんですよ。だからそうすると世界は自分にとって実際に役立つものといずれ役立つもの、まだ自分は見てないけれどもいずれ役に立つもの、それで満たされてるっていう話になってしまって、自分と無関係なものは存在しないものになっちゃうんですね。でね、それがね本当にくだらないし恐ろしいし、まあ、実際にその本当に何ですか、その競争社会とかそんなことを言ってる時にですね、そのじゃあ進化とかその共生だとか学習だとかに対してどれだけ考えているのかっていうと、結局まあそのさっきの、生物の、まあ、環世界っていう概念ですけども、そういうのだとか、
の学習だとかっていうような話を突破するってことはなかなかできなくて、そうなかなかできないとそれが頭の中にずっとこう下の方に沈んでいてですね、でその中でいやその外部を取り込むことが大事だって言った時の外部っていうのは今言ったような、まだ体験してないけどもいずれ体験されるような未体験なものにとどまってしまうっていうことですよね。でそうしてしまうとやっぱりよく言われることではありますけども、最終的に自分の見たいものしか見ない、自分にとって都合のいいものだけを見てるっていう、そういう世界観になってしまって、でみんなそんなバカなって、自分の見たいものしか見ないなんて言われると俺そんなバカじゃないよってみんな言うかもしれないんですけど、よくよく考えるといや本当そうじゃん、そうなんですよね。で重要なことは、じゃあだからその見たいものしか見ないんではなくて、見たくもないものとかその自分の想定している外側に目を向けろって言ってもですね、それは認識の外部なわけですから、そう言われても見えないわけですよ。そう見えないものに対しては自分が想定している世界をこうある意味で壊すっていうことをやらないとダメで、じゃあその壊すっていう装置が一体どうなってるのかっていうのを考えなくてはならないってことですね。なるほどですね。でまさにその壊す装置が例えば先ほどのカブトムシ、そうですそうですということです、ね、そうですそうです。だから壊すなんて言うと大変なことのように聞こえるけども、結構可愛いものだったりするってことですいやだからあの今のお話、いやすごく丁寧にいろいろお話いただいて、あのあれだと思うんですけど、だから聞いてる人の向け少しあの砕くと、だから最初のその2あの2の倍数みたいな話っていうのは、その2の倍数、2の倍、あの2が2倍ってこういうことだよっていうのがいっぺん頭の中ではまってしまうと、結局8とか16っていうのは体験してはないけど多分こういうことだろうなみたいな形でこう全部予測されちゃうものになっちゃうと、すると 2倍という、まあ、いわば眼鏡というかみたいなものでいろんなものがこうバーッと見えていくようになるから、全部その自分の眼鏡に都合のいい形で物事が全部こう整理されていくというか、いう形になっていって、そうするとこの自分がかけている眼鏡みたいなものがそもそも想定していないものっていうのが全くこう認識できなくなっちゃうということですよね。でいやそんなことはない、自分はまだ体験してないことはたくさんあるからっていうけど、それはやがて体験されるであろうまだ体験してない何かというものであって、軍事さんからするとそれは外部じゃないんですよ、ね、もう眼鏡があらかじめ想定している世界の事柄でしかないと。で本当はじゃあ外部ってことに行くためにはその眼鏡そのものが壊れてあなんかこんな風に世界が見えるのかみたいなことが本当はすごい大事になるんだけれども、なかなかそこのメガネそのものにが壊れたり、メガネそのものに疑いが差し込まれたりするってことがなかなかないみたいな話が、まあ、一つのポイント で、そうすると多分今自分たちがいろんなことを自分たちはまんべんなく見ていると思っているのだけど、実はメガネの中でしか見てないっていうこの形からなかなか抜け出すことができずに、したがってこうまあ自閉的になっちゃうというか、自分たちにまさに都合のいいような形でしか見えないっていうふうな話になるっていう話は多分あったんだなと思うんですね。で逆に言うとそれをこう乗り越える話としてやってくるっていうのがまさにあるっていうふうなことだっていうことが、なんか大雑把に今のところだと思います。なんかその話聞いて僕がパッと思い出したのは、まあ、なんか未来学みたいなやつがあって、そのこれから将来向こう10年間どうなるかみたいなことを研究してる学問があると、うん、それはそうなんか ポシなんかいろいろあるんですよね、この、うん、あるかもみたいなのとまああるかもみたいなこう分かれていくんですけど、だ、うん、から僕はさそれでなんかなるほどなと思ったのは、2016年のだからトランプが大統領になるとイギリスがブレグジットで EU を抜けるっていうのは全く予想されてないんですよ。そもそもあり得るのどんなパーセンテージが低い中にすら入ってないんです、そもそも想定されてないっていうてのことがあるけど、だから いかにだからさっきの話で言うとメガネですよね、そのメガネが狭隘なものか狭いものかっていうのが、まあ、そういったところからもこう一つ見えてくるような話でもあるし、で逆に言うと自分たちが普通とか当たり前だと思ってることが逆に今いかにこう弱い基盤の上に立っているというかというか、みたいなものの話でもなんかあるなと思って、
がこう見えてくる感じがしますね。じゃあちょっともう少しなんか話を言っていくとですね、で今みたいに なるほど普通に暮らしていたらなかなか気づかないようなこのメガネみたいなものがあるとすると、でそれを例えば乗り越えるのがやってくるだっていう時にですよ、でもさっきグーさんはその乗り越えようと思って乗り越えるっていうのがまたこれ難しいじゃないですか。なぜかというと乗り越えようと思った時に想定している乗り越えられた姿っていうのがすでにこう予想されてるわけなので、うん、なのでさっきもそのね、その彼と仲良くなろうと思ってなかったんだけど、カブトムシがきっかけになんかたまたまこういう関係に入ったみたいな話をしてくれたと思うんですよね。でさっきもグミさん自分の体験としても研究計画とかうまく書けたことがない、試しがないとか明日のことさえ分かんないみたいなことは言ってるわけですけれども、でもだからといってその想定 してコントロールするじゃない方向だとしても、じゃあかといって行き当たりばったりだとかと、もう全て自分を投げ出してこう向かう、もうありとあらゆることをこうに己を全部晒していくような行き当たりばったりかっていうと、でも一方でグーニさんはいやそこではすごい徹底的にこう受け身になることが大事だみたいなことを一方で言っていて、なんかその行き当たりばったりでもないような感じもするんですけれども、そこはなんかどんな感じなんですかね。行き当たりばったりなんですか、うん、そうですね、いや行き当たりばったりでは大変なことになってしまって、で僕はもともとそのものすごい行き当たりばったりだったんですよ。恐ろしいことに僕は本当にその今は考えると狂ってたんじゃないかと思うんですけども、神戸大にいた頃とか、昔は神戸大っていう大学にいたんですけども、なんか研究会があったと思って新幹線だって東京まで来たわけですよ。で東京に着いてふとですね、どこで研究会やるのかっていうのは全く分かんないっていうことに気がついたんですよ。なんか研究会やるって言ってたような人にの大学に電話して、でそこの事務に出張届がどこに出てるかって聞いたらば、筑波に出てますよって言うんで、あもしかしたらこれ筑波大なんじゃないかなと思って、で筑波大に行ったらば分かったとか、別にその日本だけの話じゃなくて、前もベルギーの国際会議があってベルギーに行ってですね、リエジュって町に行ったんですけども、そこでも駅に着いて、あそういえばどこでやるのか全然知らねえわと思って、でネットも何にも分かんない時代に、で一応そのなんか近くに大学みたいなのがあったからバスで1時間ぐらいかけてその大学に行って、ものすごい森の中の大学で、でまあそれもそのいろいろこう歩いていたらば一つだけ研究室が空いていて、でそしてその人に尋ねたらば、いやここじゃないけれども多分なんか他のなんとかっていう大学でやってる可能性があるからって言って調べてくれて、まあそこだったっていうことなんですけども、まあだからその僕はとりあえずはものすごいこう行き当たりばったりのまあ人間だということなんですね。でその行き当たりばったりで別にだからそのなんかそのそれでもまあいいかなみたいな感じの生き方しかしてこなかったんですけども、多分その普通の人間にとってですね、なんかこの外側がどうのこうのとかそういうことを考えるやっぱりその機会っていうのはあんまりないんじゃないかなと思うんですよ。そのなん で多分だけどその時にそのまあそのやっぱりそのさっき言ったその芸術家の創造性で、芸術家はそれに対してその非常にこう外部から何かを受けるってことをセンシティブな人たちですけれども、多分ですね芸術家は芸術家で大変なのが、今は特にその芸術っていうのは何かこう、芸術とは何かっていうのを美学とかなんか考えれば考えるほど分かんなくなるような状況になっていて、論理的に何なんだっていう話になって、でしかもその論理的にそれを美学を考えようとか、で科学と芸術をどう融合するかとか、そういう人とかいっぱい入ってた時に、おそらくですねそのアーティストのセンスのない人たちがアートの現場に大量に入り込んでるんですよ。そうするとそういう人たちが何を言うのかっていうと、みんな論理的にはこう弁が立ってるわけですね。でそのいやアートってなんかいろいろできるけれども結局よく分かんねえんじゃねえかと、主観なんじゃないかと、だとするとあとはそれがアートかアートじゃないかとかっていうのは、まあ、みんなで決めるとかそういうふうにすればいいんじゃないかっていうようなことを言っちゃうわけですよ。だけどアートとか創造っていうのは本来ものすごく個人的なもので、自分にとってこれだと思うものを作るわけですね。だけどところがそうじゃなくて、自分にだとその
面白いのはよく人工知能にその創造性があるかっていう言葉を使うじゃないですか、うんうん、だけど僕は創造性っていうのは極めて個人的なことで、個人的っていうのは私っていうのは、まあ、その私として閉じてるわけじゃないわけですよ、世界の中で生きてるから、うんうん、世界の中で閉じてないんだけれども私っていう当事者にとっての作るっていうことが創造性っていう問題なのに、だから創造っていうのは私にとっての創造性ですよ。ところが創造性っていうものを我々にとってのとか、うんうんうん、客観的なその創造性っていうものを想定しちゃうから、うん、人工知能はに創造性はあるかなんていうバカみたいな質問を、うんうん、考えることができるわけですよ、うんうん、でみんなやけになって、やけになって違う、みんなそういうこと考えてるじゃないですか、うんうん、だからねそれはなんかその、割とその閉じていないにもかかわらず、そのまあ、閉じているにもかかわらず、逆にですね、閉じているにもかかわらず私っていうのが開かれていると、うんうん、その両義性の閉じているっていう部分をまるで分かってないっていうことがその蔓延してるわけですよね、うん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 、でまずそういうところがあって、でそういうところでその閉じているにもかかわらず外部を垣間見るっていうことに敏感な人が芸術家なんだけど、芸術の現場ではそういうことがほとんどなくて、創造性とか美談っていうのは単なる主観でしょうみたいな話にされてしまうと、だから今本当の芸術家にとって今すごい大変な時代だと思うんですけども、でどうやってそういう人たちをこううまくサバイブしていくかっていうことも大事だと思うんですけども、だけどその問題と同じ問題が分かりやすい形であるのがその障害だとかメンタルヘルス、特にその僕はあのトラウマっていうのがそうだと思うんですけど、うん、そういうことだと思うんですね。でトラウマの人たちっていうのは、まあ、要するにその自分がその閉塞した状況にあるっていうのが非常に客観的にも分かりやすくなってるわけですよ。例えばその津波の被害の人は津波の被害をあって圧倒的な、客観的に見たら端的な被害者であるにもかかわらず、サバイバーギルト、生き残ってしまったっていう意識をものすごく持ってしまって、加害者性と被害者性が両義的にこう混じっちゃってるわけですよね。でその加害と被害っていうそのフレームワークの中にこう閉じ込められてしまって、それがどっちか決められずに、しかも 両方がぐずぐずにその融合するでもなく溶けて滑らかになるっていうことがなく、加害者意識っていうと被害者意識っていうのが両方ともトゲトゲしい形でぐずぐずに絡み合って、もつれてどうしようもないような状況になって、しかもそれが潜在していると、それが多分そのトラウマのような状況だと思うんですけども、だけどその多分そういう閉じた状況だからこそそれがそのケアされる、ある意味でその治癒されるっていう可能性を分かりやすい形で見ることができるんではないかと。でそれは多分そのトラウマが消えるってことは絶対なくって、おそらく加害者意識と被害者意識みたいなものが、その両義性みたいな構造はあるまま、その加害者意識のリアリティと被害者的なその経験のリアリティがもうどん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 脱色されて、極度に意味を失うぐらいまで脱色されていると。加害被害っていう構造はあるにもかかわらずそれが脱色されている。でその時に初めて何かこう今まで考えて自分が想定し無意識のうちに想定してしまった加害と被害のそのから構成されるフレームワークの外部のものがやってきて、なんかこう今まで全然向き合えなかったけど海を見ることができるようになりましたみたいな感覚にではないかと。でだとするとですね、何かその、それをそのなんて言いますかね、そのトラウマ的な状況っていうのはむしろそのトラウマ的な状況が脱色されて加害者意識もあの被害者意識もなくなっていくと、うんうんうん、いうこととの可能性と、多分非常にこうギリギリのところでこう、うん、そのさっきのその何て言いますかね、両方あるっていうのと、うんうん、両方ないっていうの、それこそ質問と答えが両方あるっていうのと、うん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 、質問と答えが両方ないっていうのと同じ状況ですよね、うんうんうん、さっきの質問と答えが今は加害者と被害者っていう形になって、被害者と加害者っていう形になっていて、被害者と加害者が両方あるっていうのと両方ないっていうのがこうギリギリのところにあって、うん、でそのおそらくその両方ないっていう形で脱色されていって、だけど決してその両方あるっていうのが消えることもなくっていう感じになった時に、今まで想定した加害者被害者っていう殻の外のものが
こうやってくると、うんうん、でそれは、まあ、要するにその芸術家における創造性のものと全く同じものなんじゃないかと思うんですよね。でまあ逆に言うとこ の, あのそういう現場でそ の, あのケアっていうことを徹底して考えるっていうことがそのなんて言いますかね、多分あ そういう時にですね、おそらく当事者の人にとってはあなんかその海に向き合えるようになりましたっていうのと、うん、いや全く見るのも嫌ですっていうのは本人にとって全然違うわけですよ。うん、でその時にその今最初に言ってたそのいや芸術なんていうのは主観ですよと、そんなの多数決で決めればいいじゃないですかというやつらが同じこと言えるのかって聞いてやりたいですよね、本当に、うん、僕は本当にね、そこの問題を多分そのあの皆さんのポニポニの活動もまさにそこが中心になってると思うんですけども、うん、芸術における創造性っていう問題と、うんうん、そのケアっていう問題を同時にこう展開していくっていうことが非常にこうあの今の時代重要なテーマになるんではないかと思うわけです、うんうん、なんかあれですね、ちょっとあのくるっと僕なりにちょっとあの言い直してみると、なんか 今のと、いやそもそもあのいい加減行き当たりばったりなんですかねって言ったら、いや違うというところで、まあ、グリさんが行き当たりばったりしたってことは、まあ、ともかくとしてですよだから話としては、だから要するに行き当たりばったりだったら、今話をされたようなある種のこう、いろんな矛盾したありようが同居してるみたいな状況っていうのが、うん、そもそも生まれないだろうみたいなことをグリさん言ってるんだろうと思うんですよね、うんうん。で今 の, その芸術家の例にしても、その、まあ、津波等でのなんかトラウマ体験を負った人の、あるいはトラウマからの回復のプロセスの話にせよ、そこの中にはすっきり解決したみたいなことがおそらくなくて、うん、あの被害者であり加害者である、しかもその矛盾は全く解消されることがないまま、でも、かつてのような加害者でもないし被害者でもないみたいな状況をこうだんだん訪れて、でその4つの状況というのがあのほんのりというか、あのこうゆえのようにこう同居しているような矛盾と矛盾がさらに一緒にいるみたいな状況みたいなこう成り立っていると。でもそういうふうなあの状況になった時に、既存 の, あの自分をひ、ま、すごいこうし縛っていたあるメガネみたいなものがポロッとこう崩れるようなことが起きるのだっていう話を何君さんしてんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でそれはあの行き当たりばったりに身を預けてるって言ったら、そういうふうなある種こう矛盾というか、まあ僕たちの言葉では最近抗いって言い方をするんですけど、抗いみたいなものはそこにこう全然起きなくて、あのこう状況の方に自分が流されちゃうだけだから、うん、だけどそこで状況に対して自分がこうだっていうものが、しかもこう滑らかにスルーッと調和してくっついてるんじゃなくて、なんかあの矛盾ですよね、一方がこうなんだけど一方はこうみたいな形はこうせめぎ合って立ってるところに今みたいなやってくるみたいなものがこうあるから、だからあの行き当たりばったりではないんだよっていうふうな話でもあるんだなっていうふうな思い、多分そういうことなんじゃないかなというふうに思うんですよ、うん、